オッケーオッケーあなたのままでオッケーぴょん、オッケー詐欺シーラぴょんの今日も BSD 通信です。BSD 通信というのはですね、ブリリアントソウルデザイン、魂のデザインを輝かせて生きる、そのための知恵をシェアしています。このね、私のチャンネルを初めてご覧になった方にちょっと改めて自己紹介をしますと、私は大木静香というね、応文社の王に季節の木、志にひらがなの巣に点々ひらがなのかっていうペンネームで長らく連続ドラマを書いてきました。皆さんご存知のところではストロベリーナイトとか特命係長ただのひとしとか、もう連続ドラマはもう100本以上書いている脚本家で、最近は舞台の演出をしています。なので、あの肩書きは脚本家、演出家、そして小説も書いたりしています。でもずっとね、隠れてですね、誰にもあんまり言わずにスピリチュアルなことをずっとやってきてて、そして、2年前からね、宇宙存在ミラという私の未来星とつながって、情報をもらってます。でも私個人としてはスピリチュアルなことだけをすごい発信するというよりも、なんかね、スピリチュアルだけを信じて現実を生きていない人があまりにも多いので、ミラからの角度のね、宇宙的な角度の話はしつつ、やっぱりちゃんとね、地に足のついたお話をね、していこうって改めて最近思っているところです。で、今日はね、集客っていうものについてお話ししたいと思います。自分ビジネスをね、やってらっしゃる方でね、私ね、あんまり自分ビジネスっていう言葉あんま好きじゃないんですよね。なぜかというと、なんか小さい世界観に入っちゃうから。なので、まあ起業されている方で自分のお客様を集めるのに苦労されている方がいらっしゃるじゃないですか。で、私もね、すごいこの前ミュージカルをやったんですけど、そこはね、めちゃくちゃ苦労したんですよ。で、その時にやったのが、インスピレーションで来ることは全部やったのね。で、その中で一個、もう毎日なんていうか、選挙運動のように来てくださいっていうみたいな、必死でやるみたいなこともやったんですよ。でね、それをやる時に私もなんか躊躇があったし、この前ね、大木クラブっていう意識のクラスをやってるんですけど、そこでね、メンバーに聞かれたんですよ。あれはその必死でね、選挙運動みたいにやるっていうのは宇宙理論から外れてるんじゃないですかって。宇宙理論ってワクワクして現実創造の周波数でいればそうなっていくはずだから、それは違うんじゃないですかみたいなことを聞かれた時に、私は違わないと思ったんですよ。私はそこで必死でやることが、私にとってはなんかこうワクワクまではしたかというと、どうだろうな、ワクワクしたんで、でもワクワクしたんですよ。というか、やりたいと思ったわけですよ。で、お客さんが来るためのことは全部やろうって腹決めて覚悟してやったんですね。で、私の中ではそれは全然不正解ではないんですよ。でも、なぜその人が不正解だって感じたかっていうと、すごく力のあるインフルエンサーとかがすごく軽く集客しているように見えたりするときに、あんな風になんか結局ヘルツを出してたら、自分の中で高い周波数を出してたら集客できるんじゃないかっていう風に思ってて、だからその3次元的なコツコツしてやることは間違いなんじゃないかっていう概念があったからなんですよね。でも、よくその集客できてるインフルエンサーさんを見ていても、やっぱりコツコツはやってるわけですよ。すごく多面的なところから、多角的なところから告知を何度もされてるわけなんですよね。ただ、なぜそれが悲壮感がないかっていうと、必死さに感じないかというと、軽やかな場所でやられてるからなんですよね。で、私はね、そのことに自分の中で気がついた時に、私はそう、神振り乱して必死でやりますって言って、神振り乱して必死でやってたなと思って、でもそれがOKじゃんと思ったんだよね。とは言いつつ、なんかかっこいい感じでやるのもいいなみたいに思ったので、そのことについてミラに聞いてみたんよ。どっちが正解ですかって。そしたらミラが言ったことはですね、正解か正解じゃないかっていうのは、あなたが正解だとしたことが正解になるんですね。だから、自分がこれで OK と思ったら、それで、いいわけなんです。それで、みんなやりがちなのが、結果を出している人を正解にして自分を寄せていくっていうことをやるんですけども、最初のね、頃はそれでいいと思うんですよ。てか、それもやってみたらいいと思うんですよ。だけど、自分の感覚の中に湧き上がってくるものを無視しない。やっぱり一番大事なのは自分の中の感覚なんですね。
そしてそのさっき言った必死であることと軽やかに発信するっていうのは何が違うかっていうと、軽やかに発信するところっていうのは現実創造をしている場所、自分が創造主である場所に立ってると軽やかになるわけなんですよね。で、じゃあ必死に集客するときはどういうことが起こってるかというと、ちょっと現実の方に歩いていってるわけなんですよ。で、何度も言いますけど、それは決して悪いことではないんですね。で、ミラが言うには、その必死さの周波数、一生懸命やってる、ものすごく頑張ってやっている、その音に惹かれてやってくる人が確かにいるんです。その必死に頑張ってるから応援したいっていう人がたくさんいます。で、集客するときにその人たちをも取りこぼさない、どの、状況でどの音を出すかによって、それに惹かれてやってくる人たちがいるんですね。そしてどの次元、どの場所でそれをやったとしても全然悪いことではないんです。スピリチュアルの人が、よく陥ることにですね、なんかこう必死でコツコツやったらダサいみたいな、一生懸命ねやることがダサいとかっていう、まあ、風潮がありますけども、本当に、大事なのはコツコツ行動していくことです。どんなにあり方とかどれほど現実創造の場所に立っていたとしても、行動が伴わなかったら、あなたが行動しなかったら何も始まらないんですね。今日はね、そういうことをお伝えしたくて、配信をしました。あなたの好きな現実をこの地球でどんどん作って遊んでいってくださいね。そして、自分がダサいとか、なんかこうすごく一生懸命やっていること、泥臭いことを嫌がらないでください。スピリチュアルに傾倒してふわすびで生きてる人は泥臭いことをいけないことだと思ってますけど、私はスピリチュアルに傾倒してる、スピリチュアルな知恵を使っている人ほど泥臭くやっていいっていうことに許可を出したらいいと思います。あまりにもね、インフルエンサーたちが軽やかにやってるように見えるかもしれないけど、インフルエンサーたちは本当にコツ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 やってます。YouTube でねすごく弾けてる人、リールですごく応援されてる人、そういう人たくさんいますけど、毎日毎日動画を撮るって結構、毎日じゃなかったとしても動画を撮るって結構地味な作業ですよね。で、地味な作業を嫌がらない、派手なところだけを見て真似しようとしない、本当にね、その一生懸命泥臭く3次元を生きるっていうことをダサいと思ってる人ほど、もう本当にちゃんとそこをやっていったらね、あり方と行動、そのあり方とコツコツの行動、その両輪が大事だと思ってるんですよね。というわけで、今日は、大木静香、これはねシーラちゃんって呼ばれてます。ペンネームは大木静香なんですけど、ミラをチャンネルするときはシーラちゃんと言われてます。ミラとシーラちゃんがお送りしました。今後はね、もうちょっとこれまで以上に地に足のついた、本当に現実を変えていける、皆さんが経済的にも精神的にも幸せになっていける知恵をお送りしたいと思います。エンジョイ。